ハジロカイツブリは、カイツブリモクカイツブリかカ,カンムリカイツブリ属に分類される鳥類の一種。繁殖地越冬地周年生息地ヨーロッパ、アフリカ東部と南部、東アジア、北アメリカ中部、南アメリカ北東部で分散して繁殖する。非繁殖期は、海上や温暖な地域へ移るものもある。日本では冬鳥で、北海道から九州まで、各地の海や湖障に、 中国東北部や薄利川周辺などで繁殖したものがトライする。全長は30センチメートルほどで、カイツブリより少し大きく鳩くらいの大きさ。翼バ長は約57センチメートル体重265から450グラム。目が赤く、くちばしがわずかに上に沿っている。冬和は喉から腹にかけて白く、他が黒い。夏和では頭部と背中が黒。 脇腹が褐色、腹が白となり、後頭部に岩飛べペンギンのような鈍い金色の飾り輪が現れる。私有動色。水に浮いている間は、黒っぽいが飛び立つと、羽の内側に白い部分が見え、これが名前の由来になっている。耳かいつぶりとよく似ているが、くちばしが反っていること、顔の黒白の境界がぼんやりしている。首の前面が茶色いことから区別する。海岸。 港湾、川口、河川の下流域、湖沼、池に生息する。他の貝つぶりと同じように、水に潜って、小型の魚や、貝、水生昆虫、甲殻類を捕食する。繁殖期には、湖や池の水草が多い区域に浮き巣を作り、通常4、卵を産む。卵は、緑白色だが汚れて、赤褐色になる。放卵日数は20から21日。 春の渡りの前には100杯以上の群れを作ることもある。P、プイットなくサンアッシュに分類されている。国際自然保護連合により2004年からレッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。